待てー待てー待ってくださーい。はい、兄様。いきなり跳ね飛ばされたので驚きましたが、毛皮も地面も柔らかかったためそこまで痛くはありませんでした。もうペコリーヌさん、プレシアさん、クローチェさん、おにぎりじゃなかったんですから追いかけるのをやめてくださいってば。え、騎士さんまで何言ってるんですか。ペコリーヌさんと同じであの獣を食べたい派なんですか。兄様、私の荷物にはまだコッコロ様たちが用意してくださった蛍光色がありますので、よろしければそちらを。なるほど、確かにパワーもスピードも相当なもののようです。あの方に車を引いていただければバンディシスターズにも対抗できるかもしれませんね。しまったご様子です。パワーやスピードだけじゃなくスタミナもあるみたいですね、あのハムスターもどきさん。はあ、ペコリーヌさん、フレシアさん、こうなると思ってすぐそこで見つけたショコラグレープの木から実を集めてきました。食べてください。ありがとうございます、リンドちゃん。いただきます。それとクローチェさんのチャージはお願いしますね、キスさん。なるほど、確かにあのおにぎりちゃんならキャビンを引っ張るくらい楽勝って感じですよね。ナイトさん頭いいです。構えろ、もぐもぐ。よーし、やりましょう。皆さん、ハムおにぎり捕獲大作戦です。おー、ハムおにぎり。ビギュー、待ってください。ビギュビギュの動きを学習しているということでしょうか。賢さも高いみたいですね。顔と鳴き声はあんなに抜けてるのに。それなら全力全開の半分くらいのパワーでプリンセスパンチ。ピギュピギュピギュ。剣打に耐えて逆に体当たりを。根性もありますね。シュバイクラップフェン。ビビ。わあ、捕まえちゃいました。プレシアちゃんの輪っかすごいですね。でも多分すぐ抜けられちゃう。なら私も怪我をさせないよう峰打ちです。雇用者を。
ピギュギュ。加減をしていては押し負けてしまいます。リンドちゃん、今です。ドラゴン族の覚醒でリリちゃんに加勢を。覚醒できませんよ、そんなこと。ピーギュー。はっ、なかなか捕まえられないですね。もうすっごく警戒されちゃってますし。そうですね、捕獲用のマジックアイテムとかがあればよかったんですけど。おやおや、騒がしいと思ったらリンドちゃんとクローチちゃんじゃないかい。お久しぶりだね。あ、ガンミミさん、こんにちは。うるさくしてしまってごめんなさい。本当は最初にご挨拶させてもらうべきだったんですけど。いいのよ、私もさっきまでお散歩に行ってたからね。それよりそっちの皆さんはお友達かしら。おいっす、はじめまして、ペコリーヌです。プレシアです。リリと申します。あなた様がこのファンファンファームの管理人様なのですね。管理人様なんてほど大したことはしてないけどね。ライラエル様から動物たちやファームを任されてるのはそうだね。まあ動物たちの面倒を見るっていうよりは、ペットを探しに来た人たちがちゃんと可愛がってくれそうかどうかを見定めるのが私の仕事かね。って言っても動物たちもジオテオゴニアのみんなもいい子ばっかりだから、大してやることのない悠々自適な老後だけどね。そんな、申し訳ありません。私たちのごときよそ者が、あの大きなネズミ様を捕まえるため暴力に訴えるようなことをしてしまって。まあ、あの子かい。そんなに気にしなくていいよ、あのくらいじゃなんともないだろうしね。やっぱり頑丈なんですね。あんなに大きな動物は初めて見ました。モルガードさんみたいですよね。あの子はこのファームでもちょいと変わり種でね、うっかりじゃれつくと私や他の子たちを潰しちまいかねないし、ペットとして引き取る人もこれまでいなかったのよね。それじゃあぼっち？まあそういうことになるかね。暴れたりするような悪い子じゃないんだけどね。そうだったんですか。あの、そうですね、バンディシスターズに対抗するだけじゃなくて、これからの冒険のお手伝いをしてもらうかもって考えたら。お布団も仲間？確かに、力ずくで従え隷属させるよりも同意の上でご協力いただくのに越したことはないですよね。はい、そうとなったらまずは。ビギュー、おにぎりちゃん、ビギュー、逃げないで、待ってください。ビギ、せーの、ごめんなさい。
さっきは噛みついたり乱暴なことしちゃいましたけど、でも私たちあなたをいじめたりする気はないんですよ。むしろその逆っていうか、どうか私たちはお助けいただけませんでしょうか。はい、っていうか一人ぼっちで寂しかったら、よかったら私たちと一緒に冒険しませんか。いじめないよ。ピギュうん、きっと楽しいよ。ピギュあー、ちょっと雰囲気が柔らかくなったみたいですよ。プレシアさん、あの子の言葉がわかるんですか。全然。ピ？でもお友達なろ。ピギュー。なんだか迷ってるみたいですけど、やっぱりそう簡単には警戒を解いてくれないですよね。何か仲良くしていただける方法を考えなくてはなりませんね。おお、魔物来るよ。お下がりください。あれはアストライア大陸の魔物です。近くにまたあの穴が開いちゃったんですかね。や管理人さん、たくさんの動物たち、守らなくちゃいけない相手が多すぎて。リリちゃんたちも頑張ってくれてますけど、まだまだ危なっかしい感じですし、ケルちゃんたちと別行動にしたのは失敗だったかも。せめて動物たちがあっちこっちにばらけてなかったら。これならペット動物さんを巻き添えにしちゃわないですね。
プリンセスストライク、フルパワー、ダブルロケットパンチ。ビギュー！ビギュー！おにぎりちゃん、もう止まっていいんですよ。はい、魔物さんはやっつけましたから。ピピピギュー、お疲れ様。この子、管理人さんやファームのお友達を必死で守ろうとしたんですね。そうだったのかい。ありがとうね、お前さん。ビギュー。なんだ、全然ぼっちじゃなかったんですね、あなた。ですが、そうなると馴染んでいる住処から無理やり連れていくのはかわいそうですね。ビギュー。キュルルルル。いっぱい戦ったらまたお腹空いてきちゃいました。でもたくさん魔物を倒したので食料もたくさんです。リリちゃん、リンドちゃん、ご飯の用意にしましょうか。いえ、その私は、そうです、コッコロ様に作っていただいた糧食がまだ一食分残っていて、ちょうどここに。わー、梅干しのおにぎりに唐揚げにコロッケサンド、コッコロちゃんとクリアちゃんのお弁当、とっても美味しいんですよね。ジュル、ジュル。あれ、なんだかおにぎりちゃん、お弁当に興味津々って感じじゃないですか。召し上がりますか。ビギュ、うん、よし。ビギュ、ビギュ、ビギュギュ。わあ、すごい食べっぷりですね。ビビギュ。もっと欲しいって。もうありませんよ。ピグ、この子、ひょっとしてかなりの食いしん坊なんじゃ。この体だからね。小さい頃からよく食べる子だったよ。そうだったんですね。それじゃあ、おにぎりちゃん、あなたも私たちと一緒に。ビギュッ！